はい、どうも皆さん、こんにちは、ギマです。今日はですね、タッチデザイナーと DMX ライトを使って、こういった作品を作っていきたいと思います。今ね、音楽が流れているんですけど、タッチデザイナーの方もですね、これに反応して、ライトの方もこうやって光ってくれます。この作品の作り方ですね、これを紹介していきたいと思います。これに今音楽流れてるんですけど、こうやって、声にね、反応させるってことも、ね、こうやってね、できます。まあ、ちょっとね、パソコンのノイズが入ってるので、ずっとこう光ってるんですけど、まあ、ちゃんとね、マイクつなげば、こうやって、音だけに反応する。こういったね、インタラクティブの作品も作ることが、ね、このライトを使ってね、できるかなと思います。はい、まあ、これをね、ずっとつなげておきます、今はね。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。ですね、この後ろで光ってる、これですね。この白で光っているものは、何回か前のチュートリアルで作ったものですね。そのまま使っています。なので、概要欄にね、こちらのリンクを貼り付けておきますので、こちらの作り方を詳しく、知りたいという方は、その動画も見てください。はい、お願いします。なので、簡単にね、軽くささっとだけ説明すると、一回ね、この、オーディオ、ファイルインですね。この音楽が流れているものを、スペクトラムの方で、波形をね、見やすくして、まあ0から1ぐらいの波形なので、まあそれとはちょっとちっちゃいので、このね、マッチを使って大きくしています。01を05までね、大きくしています。このアナライズ使って、この一番最大値ですね。この中の一番最大値だけを取るようにしています。まあ、1チャンネルだけでいいので、チャンネル1だけね、このチャンネル1だけを拾って、波形があまりにもこう、早すぎるので、大きくなったりね、小さくなったりするのが早いので、ラグを使ってそれを滑らかにね、しています。はい。で、まあ、ヌルに変換して、それを、スフィアとノイズですね。スフィアは特に、ちょっと小さくしてるのかな。スフィアはちょっと小さくして、ノイズの方にそれをね、入れています。まあ、変更したところはこういう感じですかね。まあ、ここ、どっちか。こっちにね、この波形の、この動き、音の波形のボリュームはここに入れてあげて、で、まあ、少しね、ぐるぐる動いてほしいので、トランスフォームもこうやって動かしています。Z 軸だけね、Z だけこうやって動かしています。はい。まあ、簡単に説明すると、こういう感じですかね。それをヌルにつないで、ジオメトリとカメラに使って、ついでにね、レンダリングしています。で、色はね、こっちで変更してるんですけど、色もすごくシンプルで、コンスタントとこの、HSV ですね。これに、つないで、これをですね、先につないでから、これですね。で、これを、数値を、これ、0からマイナス1、8か、1、マイナス1から1か。なので、これ255までに上げて、ここにね、入れています。こんな感じね。はい。で、これで自動的に色が変わってくれるので、あとはフィードバックとかレベルとかね、ブラをかけて、ちょっとこうやってぼやっとね、面白い感じにしています。はい、多分この辺はそのまま一緒なのかな、少し変更したところもあるかもしれないんですけど、前の動画で解説しているので、こちらの方を確認してみてください。はい、よろしくお願いします。はい、DMX のところなんですけど、それをね、今トップ2に一度変換して、この RGBA でね、変換これ取っています。はい。で、DMX ライトの方は今6チャンネルでいっているので、最初は、キドですね。なので、キドのところは、これですね。ここです。キドのところは手動で変換を、変換できるようにしています。なので、255万かな。これの、スライダーの制御は0から1なので、それをマーチを使って0から255まで、最大値までね、上げれるようにしています。まあでも、お家でやるには明るすぎるので、まあ、ちょっとこれね、下げてるように、中央でね、こう変更できるようにしています。はい、それを一番最初につないで、続いて RGB となるので、それをそれぞれ、トップ2の RGB で3つですね。これバラバラにセレクトで読み込んでいます。なんで、こう、この後ろのね、この絵の赤みが強ければ、この R が強く反応してくれますね。で、緑が強ければ、これが強く反応するような感じになっています。
はい。で、それをアナライズで、まあ、平均ですね。平均値をそのまま取ってます。これでもマックスとかでもいいですかね。はい。取っています。で、これも波形は0から1になるので、それだとね、少し小さすぎるので、マッチを使って0から1を0から255最大値までですね、上げれるようにして、そのまま順番で、ここに繋いでいきます。マージンの方ですね。この上が軌道 RGB。で、今回6チャンネルなんですけど、上のこのストロボとかは使わないので、一応繋いではいるんですけど、これでちょっと待ってくださいね。これね、繋いではいるんですけど、まあ使わないので00にして繋げています。はい、こういう感じですね。で、DMX アウトの方で、こちらを選んでいます。はい、こういう感じです。結構ね、シンプルにもう、ささっとね、こう、繋ぐ順番さえ間違えなければ、そんなに難しくはないのかなと思います。で、DMX ライト2つあるんですけど、チャンネルは同じ1番ずつですね、同じものにしているので、これだけで2つ同じように光ってくれますね。この後ろの映像ですね。後ろの映像をそのまま、例えばスクリーンだったり、プロジェクターにつないでっていうこともできるので、一緒にですね、ライトと一緒に何か、スクリーン、プロジェクターで使う場合はもしかしてこのストナーとかね、入れて歪みとかは、変えないといけないかもしれないですね。はい。このストナーはすごくシンプルにですね、こうやって、すぐ歪みを変えることができるので、四隅だけなんですけど、こうやってまあ、変えることができます。ここですね。ここで書いてください。はい。で、それは今、ウィンドウにつないで、まあ、これウィンドウの前にヌルとかつないだ方がいいかな。ヌル忘れてますね。はい、こういう感じになりますかね。で、これをプロジェクターなりスクリーンなりにつなぐと、このね、映像と、DMX ライトの方が同期して、ちょっと面白いね、演出になるんじゃないかなと思います。今回ね、プロジェクターとかはつないでない、ライト付きですね、なっています。はい、じゃあ今回は以上になります。結構シンプルにささっと作れるので、ライトの方持ってる方は試してみてください。はい、では最後までありがとうございました。